丸山正也は、日本の弁護士、政治家。参議院議員を一期務めた。別名、東山正幸。東京府東京市京橋区出身。父は、日本弁護士連合会会長も務めた、演算多作くり。1950年、日本大学法学部を卒業後、司法試験に合格。翌々1952年には、半次補となる。 1956年に退官し、弁護士登録、東京弁護士会所属、丸山正也法律相談事務所を設立。以後メディアを中心にわかりやすい、法律解説で人気を集め、1975年から日本テレビ系で開始されたテレビ番組、テレビ三面記事をイークエンダー,ーでは、番組監修を務めただけでなく自らも解説者として出演しており、 同番組が、演算の知名度を上げるきっかけとなりタレント弁護士の草分け的存在となる。1977年には、第11回参院選において、新自由クラブ公認で、全国区から出馬し、当選、参議院議員となる。その後自由民主党に転じるも、全国区制が廃止され比例代表制が導入された。 1983年の第12回参院選で落選した。落選後の1985年12月頃、顧問を務めていた会社の依頼を受け、同社が販売する、低等証券のための推薦文を書き、顔写真や、全参議院議員等の経歴とともに同社に渡したが、これらが、顧問弁護士の肩書きをつけられ一般消費者向けの広告に掲載された。 丸山は、推薦文を書くにあたって、同社の事業内容や、営業活動、推薦文の利用方法について、調査、確認しておらず、広告に掲載されたことを知った後もこれを放置し、十分な対応を行わなかった。この結果同社の詐欺的商法に利用され、低等証券を購入した、多数の客が損害を被ったとして1991年12月、 東京弁護士会より、業務停止1ヶ月の処分を受けた。この処分の後、自民党を離党している。その後、新歩党に入党し、同党公認で参院選神奈川選挙区から2回、出馬するも当選できず、政界を引退。弁護士活動に専念した。法律に関する著書も多数。また小説も、執筆、妻は告白する。 大悪党は映画化もされた。2004年12月、死去。ありがとうございます。